ということでね、やらせていただきましたけど、いやなかなか、なかなか狭い中で最大のパフォーマンスをしていただいて、東京タワーで何度か、前にですね、ウィックスモールさんやって、いらっしゃって、で面白くて、僕らちっちゃい頃からもずっと何度かテレビで見てたネタが目の前で見れて、すごい興奮してたら、音楽一緒にね、ショーと音楽をやってみないかということで、今回初めてですね、コラボレーションさせていただきまして、本当に絶対音感を持ってるので、僕らがやってるネタをもうすぐ譜面にバーッと起こして、それでもう3人で、うちの事務所の稽古場に来てもらって、一回練習してるんですよ。そうですよ、そうそう、だからちゃんとね、今日皆さんの前でできるっていうね、これちょっと嬉しくて、本当にテンション上がってますけどね、ただちょっとピアノの調子が悪くてですね、あと最後も決めなきゃいけないところ全部音飛んでますよなかなかね、それも難しいもんですよね。まあもうこの子がね、いや、よかったよかった。いや、どうでした皆さん、なんか、よかった、本当にね、
たなんか機会がありますから、はい、はい、ぜひまたねコラボ、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、はい、一言ダイトライトさよならギャグ全然流行んないですこれどうもありがとうございました。